はい、では早速ですけども1種類目の、練習方法をご紹介したいと思います。でこれ今からやる1種類目はですね、もう本当に毎日、もうほぼ本当に毎日のようにやっている僕はですね練習方法です。でこれ何を今からやるかと言いますと、今ここに見えるかな、メトロノームがあるんですけども、これをまあ鳴らしながらやりますが、四分音符で鳴らして、最初は四分音符、八分音符、これ僕のやつですね、四分音符、八分音符、三連符というふうにどんどん音数を、一拍の中における音数を増やしていくというような、まあ、もっと言うと聴いてる側からすると多分どんどん速くなっていくようなイメージのある練習方法だと思います。まあ、ちょっとね何のことかやってみたいとイメージがつかないと思いますので、早速やってみようかなと思います。テンポはですね、四分音符で85からやってみたいと思います。1 2 3 4。はい、というようにですね、もうこれチェンジアップって呼ばれている練習かなと思います。1個のリズム秩序に対して自分が変化をしていく、まあ、これ緩急ということも言えるかなと思いますが、でこれですね、今85っていうスピードで、まあ、やってみた、ちょっとお見せしましたけども、85で最後の方の音符、まあ、6連符以降とかってもうそれなりのスピード感になってくるので、別にこれ実は85から始めてほしいってわけでもないです。まあ本当にゆっくりならゆっくりなだけイメージがまずつきやすいかなと思います。まあ、これ一つ練習方法ですね。で一つのテンポだけでやるんではなく、ゆっくりもゆっくりでそれなりのもちろん練習にもなりますし、まあ、早くやれば今みたいにそういった練習にも、そういう種類の練習にもなるかなと思います。でこれをですね、まあ、オンラインレッスンでお互いに、まあ、僕の演奏はまあほどほどに、まあ生徒さんの方でこれ一緒にねトライしてもらって、まあ、この形がどうだとか、まあ、僕今実はこれ本当やるときこっちでやるので今こうやってしまいましたけど、まあ、このフォームでやったときに指の形であったりとか左右対称具合、上げ方とかね、上げ幅とかいろいろあると思うんですけども、そういうところも、まあ、オンラインレッスンであればお互いの動きが見える状況ですので、そこをこうなんていうんですかね、まあ、レッスンできたらいいなと思っております。これ一つ目の練習方法ですよね。まあ、最後にちょっと早めに今85でやってみたんですけども、僕が普段やってる85から僕いつもスタートする中で105まで実はやります。で85をやったら90、90やったら95、100、105というふうに、ね、やってみるんですけども、まあ、その105とかでやると、まあ、どういうふうになっていくかっていうことだけちょっとね、はい、もうそれなりのスピード感になってきましたね、これね。1 2 3 4。というふうに、まあ、結構なスピード感ですよね。でこれをですね、まあ、やってもらいたいなと、105でやってもらいたいというわけではなくて、まあ、さっきも言ったようにゆっくりのスピードから、まあ、僕と一緒に、まあ、でなるべくレベルテンポ
アップできるようなレッスンにしていけたらいいなと思っております。